ルートビクアウフ、デアマウアーは、スイスの将軍、政治家、シュビーツ州知事、ウィーン会議大使。1779年に、スペインナポリ軍のドンフランチェスコ中佐の息子として、ナポリ王国のナポリで生まれる。はじめナポリ軍の兵士、ついで、サルディーニア軍の将校として務める。1798年に、ヘルベティア共和国のシュビーツに、 ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍が侵攻した際にはシュビーツ州知事のアロイス・フォン・レデ,ディンクの補佐官を務めていた。1802年のステッキ戦争ではシュビーツ軍の司令官となる。さらに連邦軍の将軍となり10月にはフライブルクを占領して同月25日に名誉観察官となった。 しかし11月から翌1803年2月まで、後に政敵となるアロイスと共にアールブルクの監獄に収監された。その後すぐに、衆軍の総帥に返り咲き、同年にアグネス・レディンク・フォン、ビーバーエッグと結婚する。1813年から1815年には、シュビーツ州知事となり、在任中の1814年から1815年に、 かけて開催されたウィーン会議の大使となる。知事在任中に、シュビーツ州、ラウエルツコにあるシュバーナウ島を、シュビーツ協会から移譲される。島にあったザンクトヨーハンデハイドウとシュバーナウ城は1806年のゴールダウジ滑りに伴う津波によって壊滅しており、その再建を託されたのである。島の再建を成し遂げ、シュバーナウの騎士と呼ばれて称賛された。 1816年から1821年まで、ネーデルラント連合を国中流スイス軍司令官となる。1824年から1825年は、再び、シュビーツ州知事を務め、1836年2月12日に、シュビーツにて56歳でよう去った。ありがとうございます。